ハートの女王、ハートの女王、ハートの女王、A、クイーン、ジュディス・オブ・ハーツは、ルイス・キャロルの児童小説、不思議の国のアリス、1865年の登場人物。トランプのハートの女王をモチーフにしたキャラクターであり、ハートのキングや他のトランプの従者を引き連れて、物語の後半に登場する。極度の感触持ちとして描かれており、些細なことで激光して、 口癖のように、首をはねろ。というセリフを頻発するが、しかし作中で実際に、その要求が遂行されることはない。また、不思議の国のアリスでは物語に関連して、ハートの女王と呼ばれる詩が引用されており、これは現在マザーグースの一つとして親しまれている。ハートの女王の存在は、公爵夫人、第六章や帽子や第七章などによって、 あらかじめ言及されるが、初登場は、第8章、女王のクロッケージョである。金の鍵を使って、扉をくぐり、花園に出たアリスは、そこで、トランプの庭師たちと出会い、続いて、ハートの女王が、王や兵士、品格、白兎も混じっているなどを伴って、アリスのそばにやってく。女王は、庭師やアリスを質問してろくに会話もせずに首を、 跳ねさせようとするが、王の取りなしなどによって、うやむやになり、女王はアリスを、クロッケー大会に参加するように促す。しかしそのクロッケーは、土はフラミンゴ、玉はハリネズミ、ゲートは生きたトランプである上、女王が、ひっきりなしに参加者に、死刑宣告を行うので、たちまち成り立たなくなる。そこに、チェシャネコが、空中に現れ、女王はその首を跳ねる、よう要求するが、チェシャネコは、 首だけを表しているため処刑人は困惑する。アリスの助言によって女王はチェシャネコの飼い主である公爵夫人を連れてこさせるが公爵夫人がやってくる頃にはチェシャネコは姿を消している。その後女王はアリスに大王ウミガメの身の上話を聞いてくるようにと促しグリフォンに道案内をさせる。第十一章及び第十二章では ハートの女王の作ったタルトを盗んだという疑いで、ハートのジャックの裁判が行われる。裁判官役は、ハートの王で、女王もそばに隣席する。また、布告役を、白ウサギが務めており、白ウサギは、ハートのジャックの罪状として、公実の死、ハートの女王を読み上げる。アリスは、この裁判で証人として、発言を求められるが、刑が先、判決は、 あとなどといったハートの女王らの不条理な裁判の進め方に憤慨し、あんたたちなんか、ただのトランプのくせに、と叫ぶ。このアリス自身のセリフが、不思議の国から現実の世界へ呼び覚まされるきっかけとなる。ジョン・テニエルの差し絵によるハートの女王はしばしば、ビクトリア女王に似ていると指摘されており、マイケル・ハンチャーはその著書、アリスとテニエル、1990年の中で、 不思議の国のアリスと同年に描かれたテニエルによるビクトリア女王の絵と比較し確かな類似を確認している。ハンチャーによればハートの女王にはまたテニエルがそれ以前にパンチ氏に描いたハムレットのパロディ作品の中のガートルード比にも似ているという。ここからハンチャーはハートの女王がアリスに与えている脅威が母性かつ性的なものであることが裏付けられると述べている。 さらにハンチャーは、テニエルの差し絵の中のハートの王たちが、トランプの標準的なハートの絵札に準じた服装を、知っているのに対し、ハートの女王だけはむしろそのライバルであるスペードの女王ような服装をしていることを指摘している。スペードの女王は、伝統的に死や復讐と結びつけられてきたカードである。不思議の国のアリスと同年に刊行された、トランプ占いの本には、ハートの女王が、愛情、 献身、そして分別の規範となるべき人物とされているのに、対し、スペードの女王は腹を立てさせたら、ただでは済まない。プレイは決して忘れない。意地の悪い人物と書かれている。ルイス・キャロル自身は、後年の記事、舞台のアリス、1886年の中で、始末に負えない劇場、盲目的な手に負えない怒りの化身といおうか、そういうものとして、 ハートの女王を作り出しと述べている。アリスの注釈者、マーティン・ガードナーはこれに関連して、子供の読み物の中の凶暴さを批判する児童文学、評論家たちの意見に疑問を呈している。不思議の国のアリス第11章の裁判の場面では、ハートのジャックに対する罪状として、白うさぎが以下の詩を読み上げる。この詩は、キャロルの創作ではなく、 ヨーロピアンマガジン1782年4月号に掲載されていた4連の詩をそのまま流用したものである。引用部分はこの詩の1連目の前半であり、元の詩は以下のように続く。ヨーロピアンマガジン掲載の詩ではここからさらにスペード、クラブ、キングのそれぞれの絵札たちの騒動が1連ずつ描かれている。しかし、不思議の国のアリスでは、 ハートの女王のみが扱われているために、もっぱら一連目のみが歌われるようになった。後にマザーグース州にも取り入れられたが、この詩が著名になったのはキャロルが作中で使用したためらしい。なお同様編三者の OP 夫妻は、ヨーロピアンマガジン掲載の詩が、もっと古い同様第一言として、それに新たに三連を加えたものである可能性を指摘している。 ディズニーによる本案アニメ映画、不思議の国のアリス、1951年では、ハートの女王の言動には、すべての道は私に従うのだなどをはじめ、鏡の国のアリスの赤の女王、チェスゴマをもにしたキャラクターの言動が取り入れられている。声は、ベルナ・フェルトン、日本語版は、小沢澄江、亀を出演しているディズニーの、ハウス・オブ・マウス、2001年や、ゲームキングダム・ハーツ、 2002年ではトレス・マクニールが声を担当している日本語版は前者は片岡と見え、後者は小沢澄江。ティム・バートン監督の映画アリス・イン・ワンダーランドでは赤の女王にその性格や言動が継承されており、この映画では赤の女王は原作のハートの女王、赤の女王の組み合わせであるのに加えて公爵夫人、 不思議の国のアリスの外見を元にした巨大な頭部を持つキャラクターとなっている。この赤の女王を演じているのはヘレナ・ボーナムイコール・カーターである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。